こんにちは、はるきの古着チャンネルへようこそ。ということで、グッドピクルス第3弾発売したいと思います。いつもありがとうございます。もともとはこのチャンネルでヴィンテージパーカーでオリジナルの一点物を作るみたいなところから始まったこのブランドなんですけども、今回から新しいグラフィック で新しくタグができまして、今回ステッカーも作りましたんで、そちらも皆さんにお渡ししたいなと思っております。僕やっぱ古着でもタグをめっちゃ見ちゃうんですよね。フルーツオブザルームとかオニータとかジャージーズとかっていうのを見ちゃうんですけど、だからグッドピクルスもタグ欲しいなっていうのをずっと思ってたんですけど、やっといい感じのタグに出会いまして、でこれからのグッドピクルスは全部このタグがつきます。でこれもちょっとヴィンテージっぽい感じで、隙間がねちょいちょい空いてるの分かりますかね。これがすごいなんかレトロっぽくていいなと思ったのと、でっかいタグドーンってあるのが僕は好きだったんで、この色味でこの刺繍の感じでチョイスしました。で今回からこのピスタグだけじゃなくて首元にもタグがつきます。今回はロンティーですね。前の部分はワンポイントのロゴで、はい、今まではこのボックスがついたグッドピクルスロゴだったんですけど、それ外したグッドピクルス、シンプルめな感じで、で後ろがドーンとでっかいグラフィックがあります。今までずっとロゴでやってきたんで、今回から初めての新グラフィックでお届けしたいと思います。めちゃくちゃ可愛いなマジで。でなんで今回こんなデザインにしたかっていう話なんですけど、もともとグッドピクルスっていう名前にしたのは、僕が学生時代とかにハンバーガーについてるピクルスが好きすぎて、でこう仲間内でうまいピクルスに出会うためにグッドピクルスだねみたいな話をしてて、そこのワードだけがちょっとポンとこうハンバーガー食べた時に思い出しまして、あグッドピクルスにしようみたいな。でグッドピクルスで服出すにあたって、僕は絶対バーガーティーを作りたいなと思ってたんですよ。で次のデザインどうしようかなって考えてたタイミングで、たまたま僕少林サッカーを見たんですよ。僕今27なんですけど、僕ら世代の人少林サッカー死ぬほど見たことないですか。本当にね、小学校の時とかテレビで再放送めっちゃされてたんで、すごい見てたんですよ。でサッカー部だったのもあって、少林サッカーが面白くてすごい見てたんですけど、それをたまたまもう一回見返した時があって、その時にああいいなみたいな、中国の感じいいなみたいな。少林サッカーに出てくるヒロインの女の子が太極拳を習ってて、町の小さな店でまんじゅう屋みたいなのをやってたんですよね。それ見ててあいいなみたいな、中国で昔ハンバーガー屋グッドピクルスがあったらどんな感じだったんだろうなみたいな、っていう妄想をし始めて、あ今回チャイナで行きたいなというふうになりました。なので今回は90年代後半から2000年代ぐらいにかけて、中国の田舎の方でめちゃめちゃ流行ってたハンバーガー屋グッドピクルスっていう店の公式ユニフォームをイメージしております。でここに書いてるのがグッドピクルスバーガーですね。僕ハンバーガーで一番好きなのがパイナップルバーガーなんですよ。なんで今回ここにパイナップルバーガーって書いてます。中国にあったグッドピクルスバーガーではパイナップルバーガー推しなお店だったんですよね、はい、なんでこちら書いてます。パイナップルバーガーが入ってます。これですね、昔グッドピクルスバーガーに電話かけるときはここだったんですね。でこれが緯度示されてるんですけど、これが僕の地元の滝川市の、はい、緯度になってます。まあ、こんな感じでグッドピクルス出すにあたって絶対バーガーティーを作りたいというのと、90年代後半の中国にもしグッドピクルスバーガーがあったらっていうのを妄想して作りました。で前側だけソフトクラックっていうのになってるんで、このプリントもちょっとこう引っ張るとひび割れ感出せますので、で今回色はこれのみですね。もう圧倒的にホワイトに合わせるこれが良すぎたんで、今回は一色で出したいと思います。で今回僕の中ですごく大事にしたのがこのサイズ感で、僕動画でも結構言ってると思うんですけど、古着でロンティー見つけるのってまあむずくて、でかけりゃいいわけでもないし、身幅だったり袖のたまり具合だったりが僕の中ですごく大事なんですよ。で肩幅結構広いんで僕、そうなるとねよりむずいんですよね。ちょうどこう立って見えるかな、僕今180センチで XL 着てるんですけど、この袖のたまり具合こんぐらい溜めたいんですよ。ちょっと違うなっていうロンティーだとこの辺まで来ちゃうんですよね。これもこれでいいんですけど、僕の中ではこうここに溜めておきたくて、であと身幅この辺もゆったり感がないと、ロンティーをちょっとピタッと着てるとなんかちょっとマッチョっぽくなるとかちょっとダサくなっちゃうんで、程よいこのゆったり感が必要なんですけど、それがかなり今回は再現されてるなと思ってるんで、背面もちょっとこう垂れる感じでいい感じ。あとピスタグはね
ここに今回つけてます。これ可愛いっすね、マジ。はい、で新グラフィック、新タグときて、もう一つがこちらですね。でん、ステッカーです。インスタとかでね、詳しく書いたんですけど、やっぱ GP 着てる人とかを街で見かけた時に、なんかありがとうの気持ちを込めて何かあげたいってすごい思ったんですよ。まあ、このステッカーは販売とかせずに、これからね GP を買ってくれた人に必ずこのついてくる形でお渡ししたいなと思ってます。でもし僕を街で見かけた方とかいらっしゃいましたら、言ってくれればこれお渡しするんで、素材をねマットな質感で、どこに貼ってもかっこよく仕上がるような安っぽくない素材にしたので、今回ロンティーを買ってくれた方には絶対全員についてきますので、はい、こちらもねぜひ使っていただければと思います。本当は1月に1回新作が出るみたいな形にしたいんですけど、なかなかね動画の撮影編集と古着のチャンネルやってってやるとそんな進められなくて、もうこっからちょっとペース上げていこうかなと思ってるんで、これからもねちょっと楽しみにしてもらえればと思うんですけども、めっちゃ可愛くないですかこれ。気に入ったもの出そうと思って打ち合わせを重ねると時間かかっちゃって、まあ、一個一個本当に本気で考えてるので、まあ、ぜひね、まあ、あんま喋りすぎてもあれなんですけど、着てもらえたら嬉しいです。はい、でサイズ展開が M、L、XL で販売してます。まあ、男性だったらまあ L、XL で、女性だったら M、L ぐらいがベストなんじゃないかなと思います。で今回はですね、前回の T シャツよりももっともっと枚数少なくなってしまったので、なるべくお早めにね買っていただけると嬉しいです。で概要欄にベースのリンクが貼ってますので、そこから購入できるので、ぜひお願いいたします。でですね、この T シャツとパーカー再販しませんかって声をねものすごくいただくんですけど、めちゃめちゃありがたいんですが、今のところ再販の予定はないですね。まあ、新しくまた作らないといけなくなってしまうんで、冬はねもうパーカースウェットのデザインが一応もう固まってて出る予定ではあるので、ぜひそちらも楽しみにしていただければと思います。じゃあ概要欄の方から買えるのでぜひお願いします。インスタに着用画像とかたくさん載せますので、ぜひ見てみてください。ということで次回の古着動画もお楽しみください。それでは。